たちが育ってないので、ここちょっと時間かかる。メダック、このくらいでスタート。そろそろ寝る時間だな。今日も誰とも会わなかったな。おっかが死んでからこの広いうちに俺一人だ。嫁に行った娘や旦那が商売やってるから盆正月にも帰ってこれないもんで、孫に会うのも2年に1回さ。今じゃもう大学生だから彼氏とサークルが大事なんだとさ、そりゃわかるよ。俺だっておっかを嫁にもらうときには大変だったよ。周りの反対を押しのけてさ、あいつとは毎日喧嘩ばかりだったけど、いなくなるとやっぱり寂しいんだよな。60を過ぎた頃から同級生がポツポツ亡くなってさ、毎月葬式っていう時もあったっけな。みんな送るたんびになんか広い海にポツンと俺だけさまよってるような妙な気分になったよ。にやきの手入れもしなきゃなんないんだけど、こう膝が痛くしゃ動く気にもなれないよ。こうやってうちの中にずっといると毎日同じことの繰り返しでさ、まるで刑務所の中にいるみたいだよ。俺は入ったことないけどね。独房からは空も見えないんだろうな。俺さ、なんか自分で自分を押し込めちゃってるような気がするんだよ。でもね、そこからどうしても出られないんだよな。Thank you.